津田大介は、日本のジャーナリスト。早稲田大学文学学術院教授、有限会社ネオローグ代表取締役、一般社団法人インターネットユーザー、協会代表理事。大阪経済大学情報社会学部客員教授、朝日新聞社論壇委員、新潟日報特別編集委員も兼任している。関西大学総合情報学部特任教授。 京都造形芸術大学芸術学部文芸表現、学科客員教授、東京工業大学リベラルアーツセンター、非常勤講師、ネットランナー編集部、上智大学文学部新聞学科非常勤講師等を歴任した。東京都北区滝野川出身。父親君尾は社会主義協会派の活動家で日本社会党の福井委員長を務めた。 高沢虎尾衆議院議員の施設秘書も務めた。母親は国立大学の職員。2歳下の妹がいる。新聞赤旗にて中学生時代に赤旗を読んだことが物書きになるきっかけとなったと述べている。東京都立北園高等学校時代は制服や拘束のない自由な校風だったため、途中から授業に出ずに友人と部室でゲームをしていたと語っている。 バンド活動など複数の部活に所属していて、その中で仲間と二人でやっていた新聞部が現在の原点だと述べている。新聞発行ごとの新聞広告収入2から3万円と年間30万の学校からの予算は部員の飲み食いに使ったと振り返っている。授業に出ていなかったこともあり、現役時代の大学受験は全部落ちて浪人生になった。 1>, 1年間の予備校生活を経て、早稲田大学社会科学部と明治大学政治経済学部に合格し、早稲田大学を選択した。就職活動では、出版社を志望するもすべて面接で落とされ、卒業後はパソコン系編集プロダクションのアルバイトとして、ライター活動を開始する。1999年、有限会社ネオローグを設立。2002年、 杉並区公園寺に住む女性と結婚。生まれ育った北区滝野川から公園寺に転居。2021年時点で港区に在住。2013年、政治メディアサイトポリタスを立ち上げた。2014年、京都造形芸術大学芸術学部文芸表現、学科客員教授に就任。2017年8月1日。 アイチトリエンナーレ2019の芸術監督に選任される。2019年8月1日、同芸術祭が開幕した。同芸術祭の企画展、表現の不自由展、その後に対し批判や脅迫が行われたため企画展は中止された。企画展の中止とその後の再開において、実行委員会の大村秀明知事と河村隆名古屋市長の対立が生じ、 政治問題にまで発展した。自身も影響を受け、自民党の上畑、観光神戸市会議員らの抗議により、出席予定だった神戸市の外閣団体、神戸市民文化振興財団が主催する現代、アートに関するシンポジウムは、中止に追い込まれた。2020年8月25日、整形外科医の高須勝次と河村が中心となり、 大村知事リコール運動の署名活動が開始された。同年8月31日、高須は虚偽の情報をツイッターで拡散し、リコールに向けた署名運動を妨害したとして、町山智博加山理香津田の3人を愛知県警に刑事告発した。さらに、高須と川村が率いる減税日本所属の名古屋市議3人は、同年10月2日、 愛知トリエンナーレをめぐり、大村と津田に約3000万円の損害賠償を請求するよう愛知県に求め名古屋地裁に提出した。同年11月7日、高須はがんの病状の悪化が原因として署名活動を半ばで中止すると発表した。これを受けて津田は同日、ツイッターに次のように投稿をした。中止はい,いんですが集めた43万5000人の署名。 複数の戦艦から同じ筆跡の署名が大量にあるという報告があったり、署名してないのに自分の名前入ってたという報告も聞こえてきて、事実なら健全な民主主義を阻害する大問題なので、メディアはぜひこの区断の追加取材お願いします。同年11月8日、高須は津田のツイートに対し、やはりツイッターで津田君には僕が不正投票するような人間に見えるか。 僕は断じて、不正はしないと抗議したが、2021年2月1日、愛知県選挙管理委員会は、提出された約43万5000人分の署名の83.2%が、無効との調査結果を発表した。津田が芸術監督を務めた愛知トリエナーレ2019、表現の不自由点。ありがとうございます。